こんにちは。滋賀県大津市出身の高橋メアリー純です。今日は東京日本橋にあるココシガに来ました。では中に入ってみましょう。滋賀の特産品がいっぱいです。おー赤こんにゃく、滋賀といえば赤こんにゃく、美味しいんですよね。辛さ鷹の爪の2倍辛。おお、船寿司。そう、日本酒に合って私は好きなんですよ。めっちゃ日本酒に合うんですよね。信楽焼き、実際校外学習で信楽に行ったりとか、あと釜にも行きました。こんにちは、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ようこそ。ありがとうございます。ここ滋賀っていうのはどういうお店なんですか？滋賀県の名産の食品や伝統工芸品などをたくさん販売している。あと観光案内もしていたり、2階には近江牛など滋賀県の食を楽しんでいただけるレストランもございます。そうなんですね。めちゃくちゃ滋賀ですね。そうなんです、めちゃくちゃ滋賀なんです日本酒もたくさんありますね。そうですね、滋賀県酒どころだと思うんですけれども、はい、個性的な酒蔵さんすごく多いと思います。個性的、はい、たくさんの30を超える酒蔵さんの、はい、地酒を時々でなんか入れ替えながら、商品入れ替えながら販売させていただいています。店内には滋賀の地酒を楽しんでいただけるシガズバーっていうバーもあります。シガズバー、シガズバー、あそこですね。そうです。じゃあそこでお酒飲めるんですね。滋賀の地酒が、はい、楽しんでいただけます。藤井本家の藤井と申します。今日はよろしくお願い申し上げます。お願いいたします。すごい藤井さん、素敵な発表を、はい、来てらっしゃいます。ありがとうございます。これ滋賀の酒造組合の発表で、地酒の祭典の時にはこれを着て皆さんをお迎えして、ちょっと後ろも見ていただけますか？後ろ見たいです。おお、海の地酒、はい、かっこいい。ありがとうございます。滋賀県ではですね、はい、10月1日に滋賀の地酒の祭典 in 大津というのをやっております。大津で、はい、滋賀の酒造組合の蔵元が一堂に会しまして、さまざまなお酒を皆さんに楽しんでいただきながら、滋賀のお酒で乾杯をしていただくというコラボのお酒っていうのを皆さんに味わっていただけるんです。滋賀県にあります酒造組合の全部のメーカーが純米酒を出して、それを全部ブレンドして一本のお酒にして、しかも特別のデザインの、瓶でお召し上がりいただける、はい、1回だけ、年に1回だけの特別のお酒が出てまいります。気になりますね。多分こういうことをやったのは全国で初めてが、滋賀県が初めてじゃないかと思うんですけれども、はい、いろんな味わいがこうミックスされまして、さらに美味しくなっていると思いますので、すごいですね。楽しんでいただきたいですし、でこのお酒は県下のお酒の販売店さんでも、お求めできるように、計らっておりますので、ぜひ皆さんにもね、そこでお求めいただいて、買えるんですね。10月1日に一緒に乾杯していただけるとありがたいなと思います。はい、気になります。今日はずらっとお酒を並べておるんですけれども、私どものお酒も2つご覧いただきたいと思います。はい、1つは、滋賀の玉栄というお米で作りました純米酒。このお酒はとっても飲みやすいタイプで、いろんなお料理によく合います。それからもう1つ、こっちの方はですね、滋賀渡り船6号という珍しいお米で作ったお酒でして、はい、明治の頃から滋賀県で栽培されておって、なかなかと栽培が難しいんで一時途絶えてたんですね。はい、それを農家の方のご努力でまた復活していただいたのを、滋賀県の酒造組合のみんなが頑張ってもう一回頑張ろうよということで使っております。稲丈がね、1m60 ぐらい、とってもね栽培が難しい。このお米でお酒を作りますと、お米本来の素晴らしいコクが出てくる、ガツンとくるような味わいのお酒ができますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思いますし、はい、私どもの蔵ではお客様に酒蔵のご案内をさせていただいています。創業は江戸期なんですけれども、ご案内する酒蔵は大正時代の初めに建てました、いわゆる田舎の造り酒屋の面影がよく多く残っておりましてね、はい、国の登録有形文化財に残していただいてますので、
まあ、ここをご案内しながら、酒蔵のことを知っていただいております。時々テレビのロケとかドラマのロケなんかにご利用いただいておりますので、あ、見たことあるなっていうのがどっかのシーンで出てくるかも分かります。そうなんですか。はい、まあ、そんなところを皆さんにご覧いただきながら、はい、余計により日本酒に親しんでいただいたり、我々の酒蔵のご理解をいただきたいな、こんなふうに思っています。楽しそうです。行ってみたいです。はい、ぜひぜひお越しください。実はですね、去年の、年末から酒蔵の中に、美味しいお料理と美味しいお酒をゆっくりと大人時間で楽しんでいただける隠れ蔵藤井というのもオープンいたしました。ぜひ一度お尋ねいただきたいと思いますけれども。行きたいです、はい、ここにちょっとマークがございます。気になってました。はい、これはね、昨年国税庁より認証を受けました GI 滋賀というマークなんですけれども、はい、滋賀県のお米だけ、滋賀県に湧くお水だけ、滋賀県の風土で醸されて、なおかつ書類審査に通って利き酒の審査にも合格したお酒だけが、このマークをつけることができますので、厳しい、はい、今それでこれをまた輸出の方にも生かそうということで、酒造組合の各面々が頑張って、日本国内はもとより世界中にこの滋賀のお酒を発信しようということで、この GI 滋賀のマークを利用して頑張っております。すごい、世界に向けて、はい、僕らによりましてはアメリカに向けたり、あるいはアジアの各地に向けたり、ヨーロッパのいろんなところで今日本酒が大変好評をいただいておりますので、その中にも滋賀県のお酒がしっかりと根付けるようにということで、どの蔵も一生懸命頑張っております。なるほど、滋賀の自然の恵みで作られたお酒が、まあ、日本だけじゃなくて世界にまでこうファンが増えてるんですね。はい、おかげさまで。やっぱりお水も美味しい、農家の方のご丹精のお米もいただける、その風土があって、まあ、こういう認証をまたいただいて世界に羽ばたける、そんなお酒になる。お2階の方には滋賀のレストランがございまして、そこでは滋賀の美味しいお料理と一緒に滋賀の地酒をマリアージュで楽しんでいただけますので、ぜひお召し上がりくださいませ。はい、嬉しいです。ここ滋賀のレストランにやってきました。料理長の鎌田さんです。滋賀の日本酒に合う料理を特別にセレクトしてくださったんですよね。はい、こちら旭日というお酒で純米酒ですねのレトロラベルになっております。こちらはですね、ちょっとフルーティーなお酒なので、日の名のお漬物でお召し上がりいただきたいなと思います。はい、こちらは、渡れ船という酒米をですね使ったお酒になります。ガツンとくるお酒なので、お鮎の甘露煮と合わせてお召し上がりいただきます。お次はこちら七本槍玉栄というお酒なんですが、乳酸の香りがしますので船寿司と一緒に、はい、とこちら喜楽町の純米吟醸ですね。こちらのキレのある辛口になりますので、うん、近江牛のしぐれ煮と一緒にお召し上がりいただきます。こちら甘だれ石をうがつというお酒なんですが、はい、こちらちょっと旨味が強いのでですね、甘みの強いこちら味噌漬けのチーズとお味噌と一緒にお召し上がりになられるとよく合うと思います。じゃあいただきます。はい、フルーティー、あ、そうです、おっしゃった通り、はい、これとかこちらとか信楽焼きです、ね、あ、そうです、はい、かわいい、はい、お店でもありますし、あと1階のアンテナショップの方にも販売してますので、はい、東京で買えるんですね。あ、そうです、信楽焼きが、はい、近江牛のヒレが、柔らかい、美味しいですね、柔らかくて、めっちゃ美味しいですね、はい、滋賀渡り船6号、はい、いただきます。おー、うん、うん、おー、あゆと川が浮かびました。滋賀の日本酒の特徴って何かありますか。はい、あ、ございまして、ちょっと詳しいものがありますので、はい、
市がやっぱりあの水源が豊かですよね。で琵琶湖に注ぐあの山々の水っていうのは、いろんな鈴鹿山系だったりとか伊吹山であったりとか比叡山であったりとか、まあ、いろんな水質があって、それぞれ土地それぞれいいお水があるっていうのがやっぱりあの特徴だと思いますし、お米も、ね、美味しいところですから、ね、当然酒米もいい酒米取れますし、あとは、まあ、個人的に思うのは酒蔵さんの個性がすごい立ってる酒蔵さんが多くて、自由な発想でお酒作りされてる酒蔵さん多いんだなっていう印象です。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。まさか東京でこんなに滋賀を満喫できると思ってなかったので嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。私の地元滋賀の地酒の美味しさをこれからももっと全国海外に知ってもらって、多くの方に滋賀の魅力に触れていただきたいです。私も滋賀の地酒の PR 頑張っていきたいと思います。高橋メアリー純でした。ありがとうございました。